奥山旅館土天風呂泥湯温泉は、秋田県湯沢市にある温泉。秋田と宮城の県境近く、神室山地の北陸に湧く古くからの杜地場で、山間部の谷間に、明治時代創業の小倉旅館奥山旅館の2軒が、立地する。かつては、豊明け館、中山荘という宿も営業していたが、どちらも廃業した。近くには、日本三大霊地の一つである川原毛地獄も、 所在する。泥湯という名称から、湯は茶褐色に濁っているものと想起されがちだが、温泉地周辺に複数の地噴源泉が存在するため、泉質は単純溶泉、単純温泉、硫化沿線等バラエティに富んでいる。また、火山ガスが噴出する区域がある。2005年12月末に硫化水素ガス中毒による死亡事故が発生したため、 温泉地内に立ち入り禁止区域が設定された。温泉地の外れには、道の傍らから、硫化水素ガスが噴出する場所もあり、その場所では立ち止まりも禁止となったほか、自動車も停車しないよう注意喚起が促されている。開け湯は1200年前とされる。泉色が泥水のようなの濁り湯であったことから、温泉名も泥湯となった。 江戸時代頃には安楽船の別名でも呼ばれる東地場となり、1680年には湯宿が開設された。2005年12月に前述の事故が発生。事故を受け、湯沢市は事故調査検討委員会の調査結果を踏まえ、安全対策を実施。翌年12月5日の市議会において、鈴木敏夫市長が安全宣言を出した。2016年7月13日に、 奥山旅館から出火し本館など3棟が全焼。宿泊客7人は全員無事であったが、別館の焼け跡から20代男性従業員の遺体が見つかった。火災を経て、奥山旅館は残っている風呂だけでも再開して、欲しいとの声が寄せられていたことを踏まえ、同年10月から日帰り営業を再開した。全焼した奥山旅館が国と 県からの補助金と秋田銀行の事業制、評価融資によって再建資金をまかない温泉旅館を再建。2019年4月15日、湯沢ジオパーク構想におけるジオツーリズム推進に向けて復活オープンした。ありがとうございます。